愛知のダラダラジオ、皆さんこんばんは。どうも愛知です。10月のダラダラジオ、よろしくお願いいたします。で、今月は先生からの寄せ書きとハジの恋愛相談コーナー、恋愛相談コーナーがお休みでございます。なので俺喋らせてもらって、歌一曲流させてもらいからの私ちょっと喋るみたいな回になりますので、まあよかったらね、最後までお付き合いください。皆さん10月元気ですか？急に寒くなってきたしね、あと10月はやっぱりこう、まあ気温もそうなんだけど、疲れが出てくるからすごいこう気が病みやすいと思ってるんですよ。10と11はね、まあ、11はまだ後半になるとさ、学生の方はまあ1ヶ月後に冬休みやってくるからっていうので、ちょっと踏ん張りやすいポイント、まあ受験生とか別だけど出てくるけど、まあ10月ってしんどいんだよね。だからみんなが体調を崩してないかがちょっと心配ではあるんですが、10月、まあ、11月前も話しましたけど、まあ、ちょっとなかなかハードなスケジュールで今頑張ってまして、で今回はその10月のテス、あの東京エデュケーション賞、東京エデュケーション賞がねあったんで、まあ、そこで感じたことを少しあの話をさせてもらえたらと思います。まあ、もしかしたら現地に来ていただいた方だったりとか、配信見ていただいた方もいるかもしれません。本当にありがとうございました。で、まだ具体的な数字は聞いてないんだけども、なんか途中聞いてた感じだと去年よりは圧倒的にたくさんの方に来場いただけたらしいです。だし、まあ去年も今年もさ、リハーサル含めて3日間関わらせてもらったんだけど、当日ね、一感想として今年のが圧倒的にいいイベントだったと俺は思いました。すごくやっぱりこう代表のね、田崎くんはじめ学生のみんなが頑張ってくれて、いいイベントだったよ。もちろん細かいとこさ、まだまだ改善点あるし、もっともっとさ、来場いただいた方に満足いただけたりとか、来場していただく方をもっと増やすっていうのはできることはあったと思うんだけど、うん、すごくいいイベント。だからこれがね、もっと来年パワーアップ、どんどんパワーアップしていって、こう教育はかっこいいっていうのをさ、あの多くの方に、教育っていうものに対して、先生っていうものに対して、職業に対してのイメージをこうプラスに持っていくっていうのは、本当にあのイベントは大きな意味を持てるようになると思っているので、そうそう、だからあれ、今年エンディングだったっけな、あの高田先生からさ、来年も出てくれますかみたいな、いいと思うみたいな感じの振りをしてくれたんだけど、そう、もちろんもう全然さ、あの声かけていただければもう出る気しかいないのでね、ぜひもっと大きなイベントにできたらいいなと思ったし、あとまだこれは全然現実味がある話ではないんだけど、まあ、東京エデュケーション賞だから東京でやらせてもらってるんだけど、こうちょっと地方の方でテスのさ、こうなんだろう、何、分かれたとテスのなんか違う地方のテスみたいなのができたら、いやすごくいいと思うんだよね。だからまずこの東京で今回2回ね、2年連続やらせてもらったものをしっかりパッケージにして、でいろんなところでやれたら、ね、あの来場いただける方も増えるし、あと先生方がさ、実際に授業していただけるんですけど、それのこう先生も来やすくなるじゃないですか。近くだからね、参加してみようって方もいらっしゃるだろうから、だからね、すごいこうもっともっといいものに一緒にねできたらいいなって思ったイベント、なんかすごいワクワクしたんだよね今年です。去年はワクワクっていうよりも、俺さ、出るフルコマだったの、フルコマって言ってる、その全部の時間に出演枠があったから、もう忙しくって、そう、一個違う枠出たら自転車でダッシュしてさ、その大福校内を移動して次のに出るみたいなことばっかだったから、あんまりこう俯瞰的に見ることができなくて、でも今年はちょっとね、あの減らしてくれたから、いろんな他のね、あの方の先生の授業をちょっと見に行ったりとかしてたんだけど、なんかすごく良かった。良かったし、もっと多くの方に知ってほしいなって思ったんだよね。はい、なのでもしね、また来年もうやること決まってんだっけな、まだわかんない、やでもやるみたいなこと言ってたから、そう、テストまたあるので、ぜひぜひこう特に教育に興味を持ってる学生の方にはね、できればね、本当運営スタッフで参加していただけたらすごい勉強になるし、いい経験になると思うんだよね。あとはご家族で、俺も今回息子とまた一緒に参加して、息子も授業ね受けてくれたんだけど、めっちゃ楽しかったって言ったもん、本当に。あってさ、2日目最終日が終わって、まあ、一緒に車で帰ったんだけど、
もう終わっちゃうのって、毎月やってくれればいいのにって言ってたからね。あれでも本当にお世辞じゃなくて心の底から思ってたと思う。あいつはすごいね、親としてもあの息子のいい表情が見れたのは嬉しかったんだよね。そう、教育のイベントってたくさんあるし、まだ俺もね、俺がまだ全然知らないイベントもたくさんあると思うんだけど、なんかちょっと話変わっちゃうんだけど、教育って、日本の教育って俺はすごいと思うんだよ。まずその公教育、学校教育を支えている先生のそのスキルが高い。俺ね、日本の先生ってすげえと思うんだよね。やっぱりすごいスキルを持ってたりとか、いい授業をする方がたくさんいらっしゃるから、そこがまず単純にすごい、公教育のレベルが高いっていうのは思ってんの、俺一個人としてね。で、他にもさ、その学校教育だけじゃなくて、まあ、今回のテストもそうだけど、学生団体とかいろんな団体とかが教育についてさ、やっぱりこう良くしていこうっていうそのムーブメントっていうか、それがずっとあるじゃん、教育って。だからいろんなイベントだったり、いろんな団体がその良くしていこうっていうのをやってるんだけど、まあもちろんそこは手を取り合ってできてるところもあるかもしれないけどさ、なかなかこう一緒にっていうのができないじゃん。だからそこがどんどんつながっていった時に、いや、日本の教育もっともっとすげえことになっていく気がするんだよね。だってそもそもやっぱり人の人材というか、そうマンパワーがすごいから、 そこを育てるって、育てるのまだ必要かもしれないけど、でもある程度も育ってる状況があるから、やっぱここはね、自分が生きてるうちにというか、元気に動けるうちに、自分も何かしら役に、まあ今でもね、ちょっとでもね、ちょっと教育が良くなればいいなと思って頑張れてるとは思ってんだけど、でももっとできることやって、で、まあ、自分がね、ほんと元気なうちに、ああ教育変わったなって実感したいよね。実感したいし、まあ、長男はね、特に教育関係の仕事したいって、今まだ小5でさ、夢も変わってるかもしれないけど、でも今そう言ってるから、やっぱりあの子が教育に実際携わった時に、もっとやっぱり生き生きと働ける状況にしてあげたいんだよね。俺のチャンネル聞いてくれてる方って、結構教育にね、将来教育関係の仕事をしたいって方も結構いるんだよ。いるから、だからみんなもそうだよね。みんなが教育に携わった時に、そう、別にそれは学校教育だけじゃなくていいと思うんだよ。いろんな形があるから、でもいろんなとこに行って、そこでやっぱりより自分らしくというか、働きやすい、なんか変なしがらみというか、ね、それにとらわれることなく、なんか働ける環境があったらいいなって思うんだよね。だってさ、たまに相談来るんだけど、先生目指してる子がいるじゃん。で、親に話したらさ、先生やめときなさいって、今もね、って言われるんだって。応援してもらえないっていう風に言ってて、それってさ、もちろん今先生っていう職業のイメージがさ、その近年ちょっと悪くなっていってしまったから、そういうのもあると思うんだよ。だから親御さんとして心配する気持ちもわからんでもないけど、やっぱり身近な家族にそこをプラスに感じてもらえないって辛いじゃん、夢を。でも先生って夢だぜ、別に。まあ、俺が言うのもなんだけど、YouTuber になるって言ってるわけじゃないからさ。そう、YouTuber って言ったら、まあちょっと心配なのもわかるけど、先生だぜ。だから、なんかそういったさ、社会的な、まあ、世論というか、情勢というか、なんかそういったもの、なんか、向かい風、余計な向かい風が、やっぱりなくしたいよね。昔ほどまで行かなくていいけど、でもやっぱり先生って職業ってなんか唯一無二というか、すごい素敵だから、だからある種憧れる子がいっぱいまたいるような国になったらいいなとは思うよね。だからたまにこうハイジの活動を見て、先生興味持ってなろうと目指してますとか、この前も学芸でさ、テストやった時にそのハイジさん見て、そう、実は目指すようになったんですみたいなことを言われて、やっぱ嬉しいもんね。そういうの言われたらさ、そうだから、まあそういうことがちょっとでもね、微力だけどさ、ちょっとでもできたらいいなと思って頑張ろうって思った、っていう話でした。はい。じゃあここで一曲いこうか。よし。で、今月ね、なんかこのね感じだとね、水平さん流したかったんだけど、先生先月流しちゃったから。だから今月はまあ卒業までまだ半年ありますけど、私がやっぱりね、作らせてもらったこの場所からをまた聞いてもらおうかな。いやー、これさー、ちょっと俺が活動してるうちに、学校でさ、みんなが合唱してるの聞きに行きたいよね。先生こっそり呼んでくんねえかな。
こっそりなんかサプライズ、サプライズってさ、でもあれだよね、こうみんなが喜んでくれるそのさ土壌がなきゃ無理じゃん。それ多分学校で知ってくれてる人は多少ある程度いるけど、その実際に生が来てわーってなる学校ってほぼないから数人だからさ、そう数人の満足のためにさサプライズはできないんだけど、なんかそうサプライズしたいんよね。そう学校にお邪魔したりとか、あとまあお家にさなんか呼んでもらってサプライズ、お子さんのサプライズしたりとか、あともうちょっとあと5年ぐらい頑張ったら、俺をねかつてずっと動画見てくれて応援してたくれた子がきっと結婚する子も出てくる。まあ去年さ、初期の子がウェディングドレス姿を送ってくれて結婚した子もいるんだけど、多分そろそろ増えていく頃だから、ちょっと結婚式サプライズよっていうそれするためには誰が呼ぶんだって話なんだけど、なんか幸せなサプライズが好きなんよね。喜んでくれるのが嬉しい。だからそんなもんいいなーなんて思ってる。ちょっと話それちゃったけど、今月はねこの場所から私が歌ったバージョンねかけたいと思いますので、よかったらそちら聞いてみてください。では聞いてください、この場所から。
を上げて一歩踏み出そう。お聴きいただきましたのは、ハイチが歌ったバージョンのこの場所からでした。でこの場所から皆さんね、もしかしたら最近知ったって方もいるかもしれないので、久しぶりに概要欄にあれ貼っときます。PV、 そうなんです、私これプロモーションビデオ作りましたから。そうなんですよ、自分で言うのもなんですが、めちゃくちゃいい PV でもいい歌だと思うよ、いい PV だと思うんですって思って、大事大事大事だよね、そう思っとくのね。いや俺本当思ってくからさ、よかったらまた久しぶりにね、最近知らなかった方はぜひ見てほしいし、あ最近そういえば聞いてなかったな、見てなかったなっていうことは久しぶりにどうですかよかったらね見てみてください。あじゃあ、後半はですね、前半その教育テスのイベントがあって、まあ、教育についてこう思いますって話をしたんだけど、まあそれもある種さ自分の夢みたいな話をさせてもらったんだけど、もう一個ちょっと俺がみんなもちょっと知ってる方も多いと思うんだけど、パキスタン行かせてもらったんよね、7月に。でその時まあ帰ってきて、そこでも感じたことだし、帰ってきていろんなこうね刺激だったり、いろんな人と話をしていく中で改めてやっぱ思ったことがあって、夢なんだけど、これもやっぱり特に発展途上国の子供たち、教育をやっぱり受けられない子たちって本当に多くて、特にパキスタンは圧倒的に多い国だからさ、アジアで一番か、学校に通えてない子供がね。だから内子のために映像教育っていう選択肢を世界で子供たちの選択肢に入れるっていう夢はもともと持ってたよ、持ってて、でジャイカさんのおかげでさパキスタン行かせてもらって、改めてすごい高い壁だなって思った。すごい高い壁だけど、でもね無理ではないなって思ったんだよ。ただ俺の寿命が間に合うかどうかは分からんけどね。だからねやっぱそこを頑張りたいなってすごく思ってて、そうなんだっけな、この前のイベントで言われたんだっけな、その自分が俺がねハイチが撮ったやつをその吹き替えじゃねえや、ごめん、なんだあれ字幕つけてやったらいいじゃないですかって言われたことがあるんだけど、なんかそれは違うと思ってて、いやそれで使ってくれても嬉しいよ、嬉しいけど、やっぱりね現地の先生が現地の子供たちのためにっていうのが、なんかそれがあったらいいなって思うんだよね。いや正直さちょっと俺もカッコつけたいから、こうハイチの授業をさ使ってくれて、おハイチみたいなのをねパキスタンの子供たちが知ってくれてたら、いや俺めっちゃ感動するよ、いや俺かっけえなって思うけど、でもやっぱりそのパキスタンに住んでる先生、子供たちのために頑張りたいって思ってる先生がパキスタンの子供たちのために作るっていう、そのなんかこう流れというかっていうのはね、なんか大事な気がするんだよね。だからその先生方が映像を作る上でのノウハウだったりとか、こういう風に作っていくと子供たちのとってプラスになっていくよとか、使いやすいんじゃないかなみたいなのができたらいいなって思ってて、だからそこをずっと、まあパキスタン行ってる間も先生方にレクチャーずっとしてたんだけど、そこは言い続けたいなとは思う。そう頻繁に行けないしね、行くことはできないけど、だしこういう風に俺が腰ひといてさ、トコトコって言っていきなりさ訪問できないじゃん。ちゃんとやっぱりそういう、まあ、例えばジャイカさんだったりとか、ちゃんとこう立て付けがあって行かないと、なかなかさその公教育とかその、まあ、国の関わってくることだから入っていけないから、そんな多くは機会はもらえないだろうけど、10年、そうだね、10年後、俺50前かも、49だから、10年後、そうね、まあパキスタン以外の国でももちろんいいんだけど、やっぱり俺が初めて行ったのがパキスタンだったからさ、やっぱりこうパキスタンでって思いが強くなっちゃうんだけど、パキスタンで映像で学ぶっていうのが割と多くの子供の選択肢に入ってるってもしなってたら、いやもう満足だな、って思う。日本で YouTube 始めた時にね、やっぱりもうこの日本はさ教育っていう土壌が出来上がってるから、めちゃくちゃ出来上がってるから、でもそれでも10年ぐらいかかったけど、そうでもそれ
やっぱり子どもたちが映像で学ぶとかさ、っていうのが割と普通にあるじゃん、今は日本だったら。嬉しいんだよね。もちろんそれで弊害とかもあったと思うし、まあ教育関係の方からね、いろいろご意見いただくこともあるんだけど、もちろんあるよね。それはあると思う。そのおっしゃってることは確かだし。でも、やっぱ選択肢が増えるっていうのは大事なことだと思うんだ。選択肢が多いから悩んだり困ったりすることもあるけど、でもやっぱり自分で決めるっていう力を身につけるには、やっぱり選択肢が必要で。そう。だから、そういった、まあこう、フェーズが変わっていくときにはいろんな苦しみとか大変さはあるんだけど、大事なことかなって思う。なのでこの10年ね、何ができるかっつったら大したことはできないかもしんないけど、でも自分がやってきたことっていうのを何かに還元できる10年になったらいいなって思う。だってあと俺何ヶ月だ、あと5ヶ月ぐらい、4ヶ月ぐらいかで、もう40だからさ、なんか40代はなんか自分をの還元していきたいなっていうのが思いが強くて、そうが思ったことで、ごめんね、ちょっと今回俺の夢みたいな話ばっかになっちゃうんだけど、あともう一個あってさ、それがまあそのパキスタン海外の子供たちにっていうとこなんだけど、でこれはこれ次は日本の子供たちにってとこなんだけど、みんなも今これ YouTube で聞いてくれてるでしょ、ダラダラジオで、まあ、YouTube だったり、TikTok だったりインスタだったりとか、その映像を見ることが多いと思うんだ、みんなね。で俺よく YouTube で喋りまくってるから、あの俺が喋ってるところを見てくれてると思うんだけど、もしあの俺の動画普段見てくれてる方の中で講演会を生のね、あとオンラインじゃなくて生の講演会を聞いてくれたことがある方がもしいたら、多分ね、全員じゃないけど多分結構な方が生のパワーっていうのを感じてくれてると信じてるのよ。で俺はそこをすごくすごく今の子供たちに大事にしてほしいの。生ってすごいなって、生の声ってこんなにパワーがあるんだっていうのを感じてほしくってさ、いや俺わかんない、昭和人間のエゴかもしんないんだけど、そこをで、これからさ映像の選択肢が衰退していくことはないじゃん、もっと多くなっていくと思うんだよね。映像で学ぶとか映像でとかさ、そういうのが主流になると思うんだよ当然、これもっともっと。でもオフラインで目の前で同じ空間でっていうその感じ、例えばさ、ライブあるじゃん、歌のライブね、がその普段みんなめっちゃそのなんだ音楽聞くじゃんね、聞くでしょ。でそれをさ、めっちゃそれも大好きだけど、でも生でライブで聞くのってやっぱ違うんだよね、すごいんだよ。まあライブまだ行ったことない方もいるかもしれないけど、生のパワーすごくあって、で俺講演会もそうだと思うんだよ、てかそうあるべきだと思う講演会って。俺自分が学生時代さ、講演会聞くのすごく嫌いで、つまんないから眠いしみたいな。で俺その今さ、いろんなとこお邪魔させてもらってるんだけど、やっぱり子供たちの講演会のイメージ変えたい、で講演会のイメージを変えたいっていうのは、生の言葉ってすげえなっていうのを体感させたいんだよ。それ早ければ早いほどいいと思うんだよね、その経験って。だってそれが分かってればさ、自分が伝える側になった時にそういう風に伝えたいなっていう憧れにつながることもあるじゃん。でそうなってほしいんだよ。なんかさ、聞く側がさ、もうつまんねえなとかさ、大して面白くねえなっていう経験しかしたことなかったら、自分が喋った時もそう思われちゃうんじゃないかなっていう、その喋ることに関してネガティブというか、ね、思いがちじゃん。でも伝えるっていう、受け取るって時にすげえいいものを受け取った方は、そういう風に伝えたいなって、渡したいなって思えると思ってて、俺がそうだったから。そうだから、なんかそこはね、俺が何歳まで、ね、活動頑張るか分かんない、頑張れるか分かんないけど、でもそこはすごく、まあ、この 2,3 年ずっと講演会に力を入れてるのはそこなんだけど、ありがたいことに今年もさ、たくさんあの話す場を賞いただけたから、今のところはできてると思ってるのよ。そう、もちろん100人って 100% ではないけどね。そうだけど、20% 30% の方がプラスのものが受け取れるような、そんな講演会が俺にとって成功だと思ってるんだけど、そういう風になれるように、これからも来年もね、変わらず講演会やっぱり頑張っていきたい、すごく。いろんな学校お邪魔したりとか、まあ、前ちょっと話したかもしんないけど、なんか講演会の全国ツアーやりたいよね全国って言っても全国がね、まあ7か所8か所かもしんないけど、そう100人キャパぐらいでさ、
生の声を受け取ってほしいんだ、すごく子供たちにね。そうだからそんなことも考えてて、まあそれは自分が引退っていうかこの活動を終えるまでにはできたらいいななんて思ってるその時は多分みんなの力借りると思うんで、ぜひ力貸してくれると嬉しいな。はい、ということで今日は自分語りばっかでしたけど、聞いてくれてありがとうございました。自分もね、夢を口にしたからにはそれがちゃんと現実になるように切磋琢磨、切磨じゃない切磋琢磨あるか、一生懸命頑張るからさ、だからこれからもお互い頑張っていこう、よろしくお願いします。あ、そう、ちなみになんですけど、ちょっとこれこれを聞いてくれてる方には寂しいお知らせかもしれないんですが、この前ね、ダラダラジオいつまで続けるんですかって聞いてくれた方がいたの。そう、ずっと続けてくれるんですかって書いてくれてたんだけど、私このダラダラジオ1年って実は決めていて、そうなの。で半年持つかなと思ったけど、割と頑張れたからでも来年の3月、4月スタートしたからさ、3月で一応最終回、つまりあと11、12、1、2、3、あと5回かで、終わりになる予定ですので、はい、よろしくお願いしますあと5回ですけども、はい、ぜひお付き合いいただけたら嬉しいです。では、今日もね、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。ダラダラジオはね、また来週に、来週じゃないよもう来月投稿していきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。あ、そう、ごめん、もう伝え忘ればっかなんだけど、さ、いつも3月に歌ってみた投稿をさせてもらってるんですけど、初めてちょっと聞いてみたくて、もしなんか歌ってみたの曲実はまだ決めてなくて、この歌聞いてみたいっていうのがあったらちょっと参考にしてみたい。そっから選ぶっていう約束はできないんだけども、そう、みんながどういうの聞いてみたいんかなってちょっと気になってるので、よかったらコメント欄に書いてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。じゃあまとめが伸び伸びになっちゃったけど、本当にね、ありがとうございました。また来月お会いしましょう。ほんじゃ10月残り、そして11月のね、お互い頑張りましょう、約束だよほんじゃまたね、バイバイ。